当事故の中ずり単位1の倉沢省竹岩は、中央右の三角形の岩、谷川学中ズり遺体収容は、群馬県利根水上町にある谷川学の位置の倉沢で発生した遭難死亡事故における遺体収容である。遺体がクライミングロープで中吊りになって、回収困難となったため、ロープを銃撃で切断し、遺体を落下させて収容した。 1960年9月19日、群馬県警察、谷川学警備隊に位の倉沢の通称、小、立岩と呼ばれる部分で、救助を求める声が聞こえたとの通報があり、警備隊が現場に急行したところ、小立岩正面岸壁上部からおよそ200メートル付近で、ロープで宙吊りになっている2名の登山者を発見した。 二名は、前日に入山した神奈川県横浜市にある、下牛山学会の会員で、20歳と23歳の男性だった。発見時、遠方からの双眼鏡による観測で二名が、すでに死亡していることが確認された。両名死亡のため遭難原因は不明だが、行動中だった方が何らかの理由でスリップし、確保側も支えきれず転落したものと推測されている。 現場となった小立岩正面岸壁は、当時登場に成功したのは、前年8月の一例が、初という長久の難所で、そこに接近して、遺体を収容するのは二重遭難の危険が高く、不可能と思われた。当初は、所属山岳会の会員らから、長い鉄棒の先端に油に浸したボロ布を巻いて、点火した、松明でロープを焼き切る案が出されたが、 岩壁からロープまでの距離も長く、検討の末に不可能と判断された。当初は、所属山岳会で収容を予定していたが、9月21日、新聞記者の早の見込みで、自衛隊出動かとの新聞記事が出てしまった。実際21日、所属山岳会は収容作業を行ったが、 収容作業を行うには二重遭難招致でやらざるを得ないということが判明したため所属山岳会で同日夜の対策会合を開く。紛糾の後、自衛隊の銃撃による収容を決定し、山岳会代表者と遺族代表の連盟による群馬県沼田警察署長への自衛隊出動要請書による要請で22日9時。 一体を宙づりにしているロープを銃撃により切断し、遺体を収容することになった。要請書に基づき、22日、群馬県警本部は、県知事の了承を得た上で、外勤課長より午前10時30分に自衛隊に出動要請を行い、自衛隊は防衛庁の承認を得て、同日午後7時、条件付きで出動を受ける、旨の回答を、群馬県警本部へ連絡した。 9月23日に、陸上自衛隊相馬ヶ原駐屯地から第一、偵察中隊の狙撃部隊が招致され、軽機関銃2ライフル15、カービン15の、軽12丁、弾丸2000発を持ち込み、午後5時頃より、土合駅前広場で、待機、24日午前3時頃より、警察署員により、想定危険区域への一般人立ち入りを禁止した、上で、銃撃を試みた。 銃撃場所からロープまでの距離は約140メートルもあり、射撃特急の視覚所持者が揃っていてもロープの切断は難航を極め、朝9時15分からの2時間で射撃要員15名により1000発以上の小銃、軽機関銃の弾丸を消費したものの成功しなかった。その後、午後0時51分から狙撃銃で ロープと岩石の設置部分を銃撃することで午後1時30分までに切断に成功し、下牛山岳会の会員により、遺体をついたテスラ部にフィックスの上、25日にドアへの慰霊塔を前に収容した。最終的に消費した弾丸は1300発に上る。この場面は自衛隊関係者、山岳会関係者のほか、100名を超える報道関係者が見守った。 収容には47名の自衛隊員、40名の警察官、約30名の地元山岳会員が動員されている。遺体が滑落する様子はフィルムに記録されており、当時のニュース映画ではあまりに痛ましい遺体収容作業だったことが語られている。この映像は日本産モンド映画日本の夜女、女、女物語の劇中に使われ、予告編でも見ることができる。 群馬県警、谷川学警備隊で当時対応に当たった警察官の手記が1963年に二見書房から発売されたこの山に願いを込めて谷川学警備隊員の手記に赤いザイルとして収められており警察側の動きを今でも知ることができる。ありがとうございます。